につきまして、私も全く同感でございます。この合併をきっかけとして、一市三町の住民の皆さんが一丸となって、自分たちの手で新生都知事を決めていくことが、何よりも重要であり、また大切なことであります。幸い、栃木地区一市三町には、文化の香り、高い町並みや、渡良瀬遊水地、大平山などの自然にも恵まれ、大変暮らしやすい地域であります。また、いちごやぶどうなどの農産物も豊かで、大きな工場もあり、さらには栃木インターチェンジや津賀インターチェンジなどを中心に、今後の発展が期待される地域を抱えています。しかし、一方で、多くの人が地域全体を雲のように覆う閉塞感、停滞感を感じ、その解消に努力をしながら有効な手立てがないまま、今日に至っていることも事実であります。栃木地区一市三町の合併は、ある意味、この閉塞感と停滞感を打破する唯一の機会であると言えます。栃木地区一市三町が持つ恵まれた条件をどのように伸ばし、生かしていくのか、そして鈴木町長が言われる生活者に優しい町、魅力的な活動都市をどのように築いていくのか、新生都知事にはそれが強く求まれていると思います。さて、最後の質問に移らさせていただきます。私どもは、鈴木町長のこれまでの実績とその誠実な人柄から、新生都知事の主張に適任と考えています。今、新市に対する思いをお聞かせいただきましたが、一市三町の特色や良さを十分に理解された上でのまちづくり、そして何より新市の一体感を醸成し、みんなで一丸となって新生都知事を築いていくという姿勢をし、その思いをより強くしたところでございます。新聞報道や講演会などでは、市長選への出馬も表明されていますが、改めてその決意をお伺いいたします。